ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・テレビジョン、ディズニー・チャンネル・ワールド・ワイド、ディズニー・ジュニア・ディズニー・ジュニアは、ウォルト・ディズニー・ジャパンが運営している、子供向け番組の専門チャンネルである。日本国内ではスカパー、スカパー、プレミアムサービスにて配信されている。アメリカでは2012年3月23日、日本では2012年10月1日に開局。 現在世界30カ国で視聴が可能な世界規模の子供向け番組専門チャンネル。ターゲットは2歳から7歳の子供とその保護者。ディズニー作品をはじめとしたテレビアニメが番組ラインナップの中心となるが、チャンネルとしてのジャンルはあくまで教育と位置づけられている関係上、イプグ上では教育要素の強さに関わらずほぼべての番組が趣味、教育に カテゴライズされている。ディズニー・ジュニア開局にあたり、ディズニー XD のスカパー。e にでの放送は終了した。番組によっては、放送時間を区切るゾーン編成をとっている。なお、時間帯についての記述はいずれも、日本のものである。当チャンネル開局時、スカパー。プレミアムサービスでは配信されていなかったため。 ディズニーチャンネルでの時間帯によるゾーン展開は引き続き継続している。画面サイズはスカパーは2018年8月27日まで16、9のワイドサイズの SD 放送だったが同年8月28日よりハイビジョン放送を開始。プレミアムサービスは開始当初は SD 放送だったが2014年10月1日よりハイビジョン化した。 上記で列挙された全アニメのうち適当な2作品の合間に放送される。放送時間は1から3分程度。2014年4月1日から2019年3月31日まで存在したチャンネルとしてのディズニー・ジュニア発の特別枠で、時間帯は毎日午後8時から11時の3時間。初代ラインナップは次の通り。第1号に放送されたのはお助けマニーである。 2019年3月31日の放送分を持って終了し、5年間の歴史に幕を閉じた。最終号に放送されたのは、ドットである。ファミリー映画を中心とした映画を放送する映画番組。第1回に放送されたのは、映画、ダンボである。以前は不定期だったが、2016年8月より、毎週日曜日に放送されている。2021年5月5日。 放送終了。最終回に放送されたのは映画、お助けマニーと7つの道具である。ディズニー作品その他の作品。ありがとうございます。